どうもこんにちは、三浦です。ルイージーマンション2HD やっていきたいなと思います。さあ今回は呪われ大樹の B5 だねをやっていきたいなと思います。前回鍵を見つけたんですけど、その鍵最後の方でお化けに奪われてしまったので、今回はそのお化けから鍵を取り戻すという感じかな。今こそあのいたずら好きなお化けを捕まえて扉の鍵を取り戻す時じゃ。お化けに舐められたままでは君もすっきりできんじゃろう。わしの自慢のレーダーでもお化けの正確な場所はわからんのじゃが、シャツはまだこのエリア内にいることは間違いない。どうせどこかでのんきに遊んでおるんじゃろう。まあ多分悪いやつじゃないと思うんだけどね。ただじゃれてるだけだと思うんだけど、その行動がうざいんだよな。そうじゃろう。まずはエントランスあたりから調べてみてはどうじゃ。どこかにお化けの足跡でも残っているかもしれんぞ。おい、たとえ目で見ただけでは何も見えなくても、目に映るものだけが真実ではない。なんか深いこと言ってるよ。なんか君が持っているあのライトを使えば手がかりが見つかるかもしれん。とにかく今度こそ扉の鍵を手に入れるんじゃ。手ぶらで戻ったら夕飯抜きじゃからな。ジョークだよルイージー君。では頼んだぞ。なんか来るたびになんか凄みを増しているな、この呪われ大樹。さあ足跡こっちね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。まあとりあえずちょっとあれか、まああれだな、とりあえず中入るしかないよねこれね。あ、いるじゃんいきなり。探す必要なかった。あ、食べちゃった。どっかの壁消えていったね。とりあえずこっち行くのか。さあここらしいね。さあここは二手に分かれるよ。あれ、どこいんだ。でもこっち行けるとこないよな。え、こっち行ってんね。あ、なるほど、そこの壁っていうことで、ここだ。一旦この部屋来てるね。これ足跡うっとうしいな。今回は結構めんどくさいぞ。どこだ、どこ行ってる。あ、いた。この部屋にいたとは思わなかった。あれ、これ開かない。こっち来てるね。あ、いるじゃん。
あー、そっち行った。戻ったね。ダメか。一旦こっち行って。うわー、お化けあ、これちょっと脅かしてくるお化け、ちょっとうっとしいな。ダメージはく、あ、ダメージ食らうか。おし、あ、邪魔してくるね、すぐ仲間が。あ、ダメだ、3匹同時に捕まえないと。おし、1匹いった。さあ、残り1匹。うっ、おし、オッケー。多分あの階段の方に行ったと思うから、こっちだね。うん、お、うん、ハロー、ほうほう、ちゃー、お化けいる。さあ、上上がってた。うわ、なんだ、やめろー。こいつやっつけないとダメなやつか。オッケー、お化けまだいるな。こっちか、この部屋入る。草花ラボ、あれ、あれ、こっち来てないのかな。足跡ないぞ。足跡が、足跡ある。うーん、どうしよう、一旦。あ、上行ってる。え、こっち行ってみようか。あ、あ、それダメだったんだ。ちょっとあれだな、上行ってるっぽいな。こっちだ。足跡どこですか。ネズミ、ネズミやっつけた。さあ、宝石ゲット。あ、いるじゃん。あれ、上行ったっぽい。足跡、あ、上行ってんな、上行ってんね。さあ、上来たぞ。そっか、3階かな、オルガンルーム。おお、なんだなんだ、なんか聞いてんのか。なんか出てきた。あれ、
ここ？お、お化けいた。おお、いや。いやさあ、お化けが隣行った？ちょっと、あ、とりあえず相手やっつけるか。こっちだ。うわあ、まだ敵いた。ちょっと痛い。おいっ。あとはあの金色のやつ。くれ。あ、こいつ。こんな状態でも中入ってくんだね。いやあ、何入ってんのこれ。よし、倒そう。さて、隣の部屋っていうか連絡通路かな。これは多分一気にあっちまで行ったな。あー、あるね足跡。よっしゃあ、これ覗き穴だ。違う。あ、いるね。バスルームいるな。ここだ。あ、ていうかびっくりマークあんの。くっ、まだ逃げんのか。お、トイレ。トイレでかっ。気持ちよくうんこできそうだね、このでかさだと。でかくないこれ。あれ、ここら辺どこか隠れてる。あ、いた。うわー、今度こっちだ。さあ出て。さあ、この部屋にいるはず。ベッドルーム。おお、やばいの来たな。いやー、やめてやめてやめて。捕まった。あららららら。いやー、出てー。なにこのちっこいの。うわ、くそ。どこ行ったどこ行った。まあとりあえずお化けやつけるか。置いた。あ、もうお化けに捕まえられるじゃん。おーし、吸い込んじゃった。ワンダフル犬だけに。それじゃその鍵じゃ。おばけんとじゃれるのはそれくらいにして、すぐに帰ってくるんじゃ。キャストはギャラリーでいつでも会えるからの。ようやく鍵ゲットしたね。さあ、ようやく次回はボス戦だ。どんなやつがボスだったかね、全く覚えてないけど、まあ胎児の呪われ退治っていうぐらいだから、なんか木に関係したお化けかな。さ、お金今回結構集まったな。243ゴールド。これは結構金持ちなんじゃないですかね。やったな、さすがルイジー君じゃ。そう、今回宝石1個ね、ゲットしたぞ。お金243、目標を超えた。やったー、グレードアップ。何がグレードアップするんだろう。
新たな目標金額設定されてるけど。あ、やべえ、お化けをパワーアップできるんだ。あ、そういうことで。プルシステムを強化したぞ。さらに強力なエイプルが使えるようになったぞ。なんかエイプルだって、なんかすごそうだね。小山のためにお金を集められたいたわけじゃないんだ。かわいいなこのお化け。うん、なんというやつじゃ。まさかオバキュームから自力で逃げ出すとはの。困ったもんじゃわい。それにしてもいたずら好きのオバケンじゃの。じゃがいくら逃げ足の速いキャッツでも君の追跡からは逃げきれんかったようじゃな。褒めるのはこれくらいにして、それが鍵をもらおうかの。でかいよねこれね、迫力あるな。お化けのよだれで鍵がベトベトではないか。しかもすっかりボロボロじゃ。こんなにベトベトでは鍵を修理することもできんの。まずは助手のキノピオくんにきれいに磨いてもらうとするか。鍵の修理はそれからじゃな。鍵の修理が終わるまで少し休むといいぞい。やったー、クリアー。ようやく次ボス戦だね。体重の奥に進めということで、直した鍵でようやくあのビルの真ん中にある大きな体重の中に入ってボスと戦うんだね。わー楽しみだな、どんなやつが相手なのか。うん、ということでじゃあ次回ボス戦やっていきたいなと思います。